はい、野口です。今日はね、ちょっと扱いたいもう時事ネタとかはね、もうないんですよね。もうツイッターのトレンド見ても、ちょっと扱いたいっていうネタもないし、でそれで今日は何をしようかなと思ったんですけど、僕ら音楽関係の仕事してるもんでね、自分でね曲作りで、やっぱりいろんな著名人とねお会いしたこともあるので、これ昨年もちょっと紹介したんですけど、僕は今まで会ったことのあるこの著名人と一緒にこう写した写真があるので、それをリスナーの皆様にねご紹介したいと思いますけどね。まずね、僕が29の時にお会いしたのが、この村下幸三さん。村下幸三さんというとね、踊り子、初恋、ほか優子、そんなもう大ヒット曲がありますよね。もう村下さんとね、一緒にこうお酒をね飲んでね、いやー、ほんとね、村下さん本当優しい方で、もう村下さんの音楽をね知ってる方はね、本当もうその通りの人でしたね。いや、本当ね、聞きながらその初恋のねエピソードで、村下さんのその初恋は、モデルっていうのは、この私が今住んでるその鹿児島の方だったみたいなんですね。だから本当に村下さんね、鹿児島にはものすごく感謝していて、で僕はフェイスブックで村下幸三さんのお姉さんと友達になってるんですよ。で聞いた、お姉さんから聞いたら、村下さんの、お父さんは熊本の水俣なんだけどね、お母さんは鹿児島だということをね、お姉さんからね、聞きました。だから本当、人の縁というのは、不思議なもんだなって思いましたね。村下さんもね、ご存知の方も、ね、多いと思いますけど、1999年のね6月に46歳のね若さで亡くなりましたけどね、天国でねコンサートをねしていることをね、きっと天国でね歌っていらっしゃると思いますね。素敵な美声ですね。で次にお会いしたことがある方が、堀江純さん、堀江純さんっていうと、1981年にメモリーグラスっていうね、大ヒット曲があるんですけど、彼と一緒にね僕お会いして、お酒を飲んでね、その時にね、堀江さんは飲んでたの水割りじゃなくてお湯割りだったんです。これはい、だから堀江さんともないろいろお話して、堀江さんからも名刺をもらいましてね、これ堀江さんの名刺ですよ、これ堀江純さんね。本当すごくね気さくでね、本当いい方だったですね。はい、今日はちょっとね、そんな私が会ったことのある著名人のね一部をねちょっと紹介させていただきました。この人の縁というのはね、また今後ねどのような人とね会うかね分かりませんけどね、何もこの有名な方ばかりではなくってね、もういろんなね方々との出会いっていうのはね、僕はね本当大切にしていきたいなって思ってますね。はい、いつもご視聴ありがとうございました。はい、今日はそんな、案件でした。じゃあ失礼します。